こんにちは、木のままです。2024年4月6日の撮影です。ちょうど桜が綺麗なんですけれども、今回はあの桜の向こうにある森にキイチゴの花を探しに行ってきました。ご一緒にお散歩している気分でご覧になっていただければと思います。去年見つけました、なんだっけもみじいちご、去年見つけましたもみじいちごのところに花が咲いてるかちょっと見に行ってみたいと思います。どっちから行ったらよかったかなこれはこれもみじですね。紅葉ここ綺麗なんです。草いちごの花も咲いてます。今可愛らしい、ちょっと登っていきます。結構ね曇ってるので涼しいです。どの辺りだったかな、まだ咲いてるのかどうか。これすごい木が倒れてて前にくぐっていくしかないかな。よいしょ、これを またいで、あれ足が短いはい、よいしょよいしょ、いきなり現れました。はい、ご覧ください。これちょっと、はい、これもみじいちごの花ですね。うつむいて咲いてます。地にもありました。はい、あれそうですね。わ、花いっぱい咲いてますね。あ、可愛らしいですね。はい、これです。はい、ちょっと分かりにくいでしょうかね。ちょっと下から痛いトゲがすごいね。トゲがあるんですけれども、ちょっとやられました。トゲにここにね、ここに小さいいちごの木があって、ちょっとしゃがんだ時にこの見ますでしょうか、トゲがチクチクしてるんですけども、これチクッとやられました。はい、もう一回ちょっと気をつけて、よいしょよいしょ、はいはい、こんな感じで実が6月ぐらいだと思うんですけれども、はい、実がなってくると思います。もみじいちごってすごいね、キイチゴの中でも美味しいっていう話です。また実がなった時に来てみたいと思います。はい、このようにトゲがチクチクします。いていていて、こんな感じの葉っぱです。もみじいちごは長葉のもみじいちごって言って、西日本にはその長葉のもみじいちごの方が多いらしいです。これがだからちょっと葉がちょっと長めのような気もしますね。この下の方にも低いもみじいちごの木が、はい、あるので、ちょっと気をつけないとね、チクッと。そしてまた難関が、あの木をちょっと避けながら越えた先にまたもみじいちごが、はいね、もみじいちごの季節は桜と同じぐらいなんですね。私初めてもみじいちごの花を見つけたのが、三つ又を見に行った時に初めて見つけたんです。なので3月の終わりから咲いてるところもあるんでしょうかね。ちょうど三つ又とか桜の咲く時期あたりにかけて。あ、これすごい、これはすごい
これもトゲトゲなんですけれども、これはサルトリイバラかなんかな、何やろ、すごい、うん、そんな感じですね。これ葉っぱサルトリ、やっぱりサルトリイバラですね。あ、サルトリイバラの花が咲いてますね。はい、なんか黄緑色なんで葉っぱとすごい馴染んで、秋になるとすごい赤くて可愛らしい実がなるんですけれども、実の方が目立つんですね。1メートル以上はこの高さありますね。あ、これ何の葉っぱか分かります？これ冬いちごの葉っぱですね。はい、冬いちごなんで11月から1月ぐらいまで実がなるんです。実花はね、それよりもうちょっと前やと思うんですけれども、はい、もう実はね、ないですね。あ、これちょっと、これ、この赤いの、これ冬いちごの実ですね。あ、まだ残ってた。甘酸っぱくてね、ジャムとかにするとすごく美味しいです。ミガイチゴっていう木イチゴの木がここら辺にあったはずなんですけれども、あ、これですね、これですね、あ、これですね。ちょっとね、さっき葉っぱがねちょっと違って、丸い感じので柔らかそうな感じのトゲがありますよね。こっちにもありました。で、つぼみがこれですね。つぼみがついてきたところなので、花はもうちょっと後ですね。ウニガイチゴの実も梅雨ぐらいの、ね、雨の多い季節に実がなったと思うんです。はい、またその頃に、はい、来てみたいと思います。はい、ということで木イチゴの花たちを探すお散歩でした。いかがでしたでしょうか？この動画では季節の植物たちをお届けしていきたいと思います。よろしければグッドボタンやチャンネル登録していただけると励みになります。今日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。